よし。ゾンビあそこに入ってったぞ。行きましょうか。ディーナ来てる？ディーナは？あ、いた。よし、行くぞ。ガスパと申します。よろしくお願いします。敵いっぱいいるな。ここにもいるし。おい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 、なん、どこ行くのお前。まずこいつを、ステルスキリングしちゃって。はい、すいません。失礼します。はい、どうも。あ、この子結構可愛いビーゾンさんじゃん？あ、ほら。この子可愛いんだよ。あ、やっぱり痺れ切らしてゾンビ同士でね、食い潰し合うんだろうね。あいつ後ろ向いてくんねえかな。後ろ向いていいかな。あ、いけるんじゃん、こいつ。こいついけると思う。こいついけるべ。いける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 。はい。オッケー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 、はい。こいつらごちそうに見とれてるから、その隙にこいつをさあ、いいよいいよいいよ、めちゃくちゃ順調。はい、めちゃくちゃ順調じゃん。ディーナ、おいおい、一人出たぞあっちに。もうしょうがねえな。はい、ダールマさんが転んだ。はい、はい、俺の勝ち。イエーイイエーイ、ザコ。え、ハサミ？お、こいつハサミ持ってたの？お、びっくりした。なあ、なんだ、大したことなかったな。で、お前何食ってたの？お、ちょっとちょっと、いいもん持ってんじゃないの。え、拾った？うわ。死んだばっかり。こいつウルフの気性つけてる。え、何？ R のパンって何？ WLF。ウルフ。ガソリンは持ち出せなかったってことか。いいことでしょ。ジョエルを殺した奴らが感染者に殺されたんだとしたら、うん、死んだことには変わりないよ。ジョエルが報われない。ジョエルが報われない、そうだよね。そんなものは拾っておかないと。いや、ちょっと今思えばね、思い出すだけでも心が痛くなるんだけど、エリーが殺さないでって言ったじゃん。あのパワーワードはちょっと心に来るよね。あんなこと言うんだ。もう目の前でね、自分の大切な人が殺されるからさ。なんだよ。ここもロックかかってんのかな。なんだこれ。よかった。どこもかしこもロックかけやがって、ほんとに。あ、パイプ？あ、これさ、あれはもう勝ったも同然だよ。なんだお前。撃たれた？撃たれた？誰かに殺されちゃったのかな？感染者じゃなさそうだし。撃たれたってことはそうだね。感染者じゃないよね。B ゾンではないと。ガソリンあったよ。ガソリン？足りなくなったら、ここに来よう。オッケー。そういうことね。いや、もうがっつりね、確かめていきたいよね。はい、はい、はい、はい。あ、びっくりした、おい。うろちょろするな。サバイバルだぞ、お前。勝ち負けじゃないんだよ。生きるか死ぬかだな。そこら辺分かってんの？はあ、物分かりがいいやつだ。さーて、さーて、さーて。この辺りは何もないのかな？ 2 階だな。なんだ。お前。動き出すとかそうじゃないの。これバイオだったら動き出すよ、こいつ。こいつも見覚えない。お、びっくりした。びっくりした。びっくりした。すげえ。あー、すげえびっくりした。3月29日土曜日。フェデラ検問所への攻撃がうまくいった。少なくとも、どうもいいや、しまおう。よくこんな状況下で手紙を書いていられるな、お前ら。お、鏡。うわ、もう相当ブスだったんだろうな。ありえないっつって、パーンって割っちゃったんだから、もうそんなことはどうでもいいんですよ。うわ。あるねー、こういうの。あ、ほら。なんだ？ティッシュか？ティッシュなんだろうな。外国って大体流せないから。やっぱ日本の技術はすごいよね。日本のトイレットペーパーちゃんと溶けるからね。うん、外国だと流れないからさ。もうこういうのしまってあるよね。おっと。おいおいおい、なんだこの意味深なドアはよ。行くぞ。おい、準備しろ。いつでも俺が先頭や。わ、やばそう。うわ、拷問された？すごい、よく触れるな、これ。トミー。トミー。まさか、絶対間違いない。なんでわかるの、トミーって。こいつもあの小屋にいた。おお。あ、じゃあ、殺したんだ、一人。
ちょっとこっちにも一人。うん。トミー強ない？二人やったん。こいつもいた？なんか書いてあるね、あそこ。見たことない。イースト、あ、東門のドアだ。答え合わせしたんだ。何？ああ、なるほどね。どっちかが嘘ついてるかどうかみたいなの、それを確かめてたんでしょ？教えてくれた。うん。まずこいつに質問で答えは言わせず床に書かせる。うん。うん、次にあいつに聞いて、答えが同じなら嘘はついてない。うん、違ったらボコボコにする。違ったんだ。東一番、東一番、まあ、暗証番号。そうみたいだね。きっとトミーはまだ近くにいるはずだね。よし、いや、行くなって。お前まだ確かめたいんだから。ちょっと待って、番号書いてあるよね。7302ね、シエリ。7302。一致するメモが見つかりませんでした。どれを？完璧だよ。じゃあもう無人島行くならまずシリ、シリを持っていくよね。シリかドンキホーテ、そうだろ。いや、ハンマー欲しいな。ハンマーの方がレベル高いでしょ。これ以上持てない。そんなバカな、お前。ああなあ、ディーナ、ディーナパイプ持っとけって。お前待って、いるんじゃない敵。お、うまいよ。あー、キラリ待った、ごめんな。もう、はい、乗ってディーナ。どんなこと悪く思わないで。私がもしお姉ちゃん殺したやつ捕まえたら、うん、あんなんじゃ済まない。そっか、あ、ここだ、ほら、ゲート、イースト1。ここですね。前回開かなかったんですよね。はい、行きましょう。7301ね。ジェネレーターを。え、あ、ジェネレーター？番号覚えてる？血で書いてたやつ？うん。え？なんだ、お前が開けてくれんのか？俺せっかくシリで記憶させたのに。いいよ。開けれんの、お前。ああ、こっちも。オッケー。え、できた。嘘。この先。おお。やるじゃん。何があんの、この先。この先に行けば、お、 WLF 近いよ。さあさあ行くぜ、ほら。しゃべ、ここをキラリで突破すれば。甘やでできる場所。お。おいおいおい、やるんじゃないの、こいつら。いやー、いいね。甘やで。いや、完全にやりたいんでしょ、もう。そりゃそうだ。雨宿りできるとこ行きたいとか言っても、やり出すんじゃないの。いや、見たいね、やり出すのは。あ、いや、いいと思うよ。お、びっくりした。めちゃくちゃびっくりした。うわ、かわいそう、キラリ。え？うわ、あいつやりやがった、この野郎。いやいや、無理でしょ。嘘。マジかよ。セクシーシーンあるかと思ったのに。うわ、答え合わせや。答え合わせさせられる。うわ、違った。またお目にかかれるとはな。あの時のやつか。どうやって見つけた？顔に傷があるクズの居場所聞いただけ。笑え。何人で来たんだ？うん？二人だけか。殺したって無駄。冗談。冗談。片割れ探してたんじゃないのか？なんだこれは。ジャクソンとやったクズの話覚えてるか？ああ、こいつもいた。なんだと？俺らを狙ってる。
ニックはこいつらにやられた。こいつを差し出したらアイザックに何が起きてか伝えんだよ。アイザックならさっき無線で話して指令を受けた。侵入者は皆殺した。おい待てって。何わけわかんないこと言ってんだ。ボスの命令だ。ダメだ、そいつに知ってること全部吐かって。そいつが何を知っていようとどうでもいい。味方がやられたんだぞ。仲間が何人いるかもわかんねえだろ。これだって罠かもしれねえんだ。そいつに仲間が何人いようと見つけ出して全員殺す。頼むから少しは頭使って考えてくれ。俺は来ない。リナ、え、な、三角。いや、早くして、早くして。それよ。多分、早く、早く。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。よし、よし、早く。ああ、あかん、ディーナが。いやいやいや、これ以上、仲間の死を。行こう、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 もう背中で。よし。ざわめろ、ざわめろ。おう。え、ディーナ大丈夫？大丈夫。落ちたからってだけ。撃たれてないよね。エリー、エリー、行かなきゃ。銃声も聞かれただろうし。見て、こいつもいた。ほら、それはまた後。地図にテレビ局あった。私に聞かないでよ、早く。ほら、エリー。おいおいおい、いや、行くよ。オッケー、バルコンは任して。いや待ってよ、 これでもう一瞬で蹴りつけた方がいいんじゃない。オッケーオッケーオッケー。あ、いっぱいいるな。こっからだね、こっからだね。あいついるやん。ボケー。ほら、一発食らっただけで結構ライフ削られるから、ここは慎重に行こうか。いい、もう一人残らずかかってきなさい。あそこにいるね。こっち側から俺回り込めない。頼むよ。何？いや全然知らなかったんだけど。ほら、ケニー。よっしゃ、俺も接近しようか。アホだな、貴様。ビビったのてめえだ。ほら。いるか、他にも。ここはなんだ？見たことあるやついた？学校？見たことあるやつがいなかった。っていうか、そうか、奴ら仲間が増えてんだな、奴らも。ここは何なんだ？学校か？学校を拠点にするとはさすがだな。吉本もびっくりで。こいつらがいるところにはやっぱ、B ゾンさんとかはいないんだろうね。ちょっと、かぼちゃ飛ばしたぞ。この学校を拠点にするとか何なんだ？こいつら。意外にも読書家だな。ゴールド免許の暴走族かっていうぐらい意外だな。さあ、くだらない例えは放っておいて先へ進もうか。いいな。てか、馬が殺されたのは俺すげえショッキングなんだけど。敵？あ、お前ら絶対に許さんぞ。馬を殺しやがって。お前らと木下ゆきなと渡部は絶対に許さねえ。まずはこのババアかな。一番強そうな銃を持ってたぞ。いけるんか？いけるか？サイレントキーリングいけるんじゃん。よし。いやいや、殺そう、殺そう、殺そう、もう。いい、待ってらんねえ、待ってらんねえ。もうとっとと殺すぞ。よし、残りはお前だな。近づいて、後ろからサイレントキーリングで殺してやる。ステレスキルって言いにくくない？これからサイレントキルって言うわ。身を伏せて待ってやろう、こいつのことを。さあ、後ろから今から近づいてこいつを攻撃するんだけれども、仮にこいつが右利きだった場合、もう右に振り向くスピードは尋常じゃないと思う。だから左から近づくんだけれども、かといってね、もしかしたら左に何かしらね、防具を備えているか。もういい、死ねえ、お前。背中で語りすぎだろ。やっぱ上から見下ろした方が有利かもしれないよね、こういった場合。な、行くの？お前ガンガン行くな、ちょっと。待って、あ、この上から来たのか、ディーナは。なるほど、なるほど。だからここら辺分かってんのね。まあ、あいつら倒しても別に経験値とかは入らないんで、なるべく無駄な戦闘は避けていった方が賢い気がする。ちょっと待って、作ろうよ。作れねえな。何かしら不足してんだ。まったく。この辺アイテムとかないな。よし。
なんだよ、またロックか。どこもかしくもロックかかってんな、このゲームよ。夏フェスでもこんなロックかかってねえよ。くだらないのは置いといて。はい、行きましょう、下。いやい。来てる？うーわ。よし、入るぞ。犬や。いや、犬か。いや、犬は殺せねえな、俺。実家に4匹犬がいるんだ。そんな、まさか。あ、びっくりした。まったく。雨宿り探そうって言ってただけなのに。そっち行くの俺。やばっす。風通し良すぎだろ、この家。またプレステ3あるじゃんか、まったくよ。俺いつも白買ってるんだよね。今度発売される PS5 はね、もう白くて助かるわ。このハサミは一応素材なのかな？うん。めちゃくちゃ盗むやん、お前。なんか作れる？あ、なんか作れるんじゃん。オッケー、作れるわ。作りましょう。よし。こっち？お。あらかた素材をすべて盗んで、ここまで来ましたね。誰もいない？オッケー、完璧。いやー、ちょっと。見てよ、これ。どうした、どうした。そいつも来る。何、好みなの？それ読んで。ジョーダン。アイザックがテレビ局に2週間駐留しろってさ、スカーが目撃されたって。これでも見て我慢して、リア。リア。テレビ局。まだいるかな？確かめてみなきゃ。高層ビルの近くってことは、あっち。そう、待って、デリア。ただね、雨宿りするとこ探してたのに。いやー、そろそろね、やってもいいんじゃないと思ったんだけどね、お前ら。俺のチャンネルなんて野郎しか見てないんだから。視聴者の10% ぐらいだもん、女性は。とリアの写真見して。こいつ、あー、なるほどね。ほら、ちょっとめくってんだ。これで我慢してとか言っちゃって。あ、どうでもいいわ。お、バットだ。バットは殴るためにあるから。あ、もう俺の勝ちよ。このバットさえあればもう。ハサミをくくりつけてるんだぜ、このバット。みんな怖い思いしたんだろうな。感染発生に。フェドラでしょ。お次はウルフ。ウルフルール原種と、ウルフ兵士の命令には従うこと、フェドラの協力者は処刑対象とすると、指定されたエリアを離れる際は許可を取ること、そして追って通知があるまで夜間外出禁止とすると。はぁ、厳しいルールがあったんだろうな。まあ、ビルは見えるんだけど、そうね、一応ビルに向かって行きたいよね。キラリいないの悲しいな。おい。おい。中毒になりすぎてついに釣り始めちまったよ。なんだ、いるのか。だったら食べ物の話はするな。たくよ。3人。いや、いけるか、いけるか、いけるか。今のってたか。スカーじゃない。ま、どうせスカーに殺されるか。あそこにいるな。あいつだな。あいつを先殺すか。こいつだな。一人で孤立してるから、こいつを、おい、こっちから行ける？こっちから行けるんちゃう？俺、行くぞ。オッケー、もう、何も聞き出さなくていい、もう、捕まえたら殺す。オッケー、もう捕まえたら殺す。来た。二体か。どうする、どう来るんだ？お前こっち来てくれれば俺決めれるよ。いけるか。あかん。やばい、どうする。くそ、お前だな。誰かいるみてえだ。任せろ。やつらだぞ。こんなかだぞ。撃て。オッケー、構わない。で、あ、来た。外側回ってきたら終わりだ。よし、中入った。一人が入ったってことはもう一人も入るわ。よーし、完璧だ。オッケー。こっちから回ろう。こっちから回って、
こっちから回って、もう一人どこ行った、そこか、終わりだ。いや間に合わない。じゃあ、え、向こう、おい、おはははーん、バカだなお前いや楽勝だな今日は。今んとこ一回も死んでねえや。 あいつらの動きが分かんないもんな。だけど B ゾーンさんと比べたら分かりやすい。侵入者はどうやって入ってきたんだ。脱走兵が逃げたとこからだろ。脱走兵、あ、一番最悪。そっち行く。どうでもいいね。おおお、ここにいたくないってんならしょうがねえだろ。男女のペアだな。言っただろ、どうでもいいね。さあ、おい、おいおいおい、よせ、頼む。おう、なんてこんな真似するんだ。イノシゴイカキ様、やめろ、頼む。嘘とかじゃねえよ、まったく。サバイバルなんだ。勝ち負けじゃねえ、生きるか死ぬかだぞ。分かってるか。1分話せば十分。拷問するつもり？必要なら。だからどこ行けばいいんだっつうの。地図は見れない。なんだよ、地図がなきゃがむしゃらに行くしかねえじゃねえか。それほどリアルを追求したいのかな、ノーティードッグな。ここにいるぞ、ここにいるべ。めっちゃいるやん。うーわうーわうーわうわ、待て待て、よし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 、オッケーオッケー、ややこしいやつ倒したよ、オッケー、はい。俺たちのことは見えてないのね。正面から行っても、まあゆっくり近づけばこいつら殺せるな。例えばほら、このようにゆっくり近づけば、なんやねん、もうお前が俺らを殺してくれないとオチにならないじゃんアホボケ。ちょっとこの建物の中に爆弾とか投げ込まれたら終わり。お、あ、いるな、そこに。どこ行ったじゃねえ、殺してやる。やべえな、包囲されたな。来い、よし。だら、僕。知らん。最強の武器壊れた、俺の。逃げた方がいいんじゃない？一語一句そのままてめに返してやろう。見つけ出してやる。逃がさないよ。まったく。喋る暇もなかったなあいつ殺して。オッケー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 アホ、あかんあかん、厄介なの来やがったなおい、ちょっとちょ連れてくぞ。お、ウルフ、ウルフの皆さん、ちょっと助けてください、ウルフの皆さん、ちょっとウルフの皆さんあ、倒した、ま、何を倒した、どっちを倒した、お前。オッケー、ウルフのやつに任せよ。ディーナ大丈夫、あ、屋根にもいるな。オッケー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 、殺し合いさせとく。さっきチラッと見えたんだけどね、2階から狙ってるやついたんだよ。どこだ、どこだ、あ、いた、よし、何、いや、カウンターしてくる。いや、ほらほらほら、いやー、いいね、アドレナリンが出てくるよ。気に入ったよ、この緊張感。人間との戦闘がね、一番きついんだよね。あ、やっぱ人間が一番怖いから、なんだかんだで。こっちね、はい。お、なんか素材ある。素材じゃねえな、降りていいの、大丈夫、あたりなんもないな、よし、来た。お、そしてあそこ通れたってこと。お、なんだ、なにこれ。ほら、ディーナ、肩、うん、頼む、引っ張って、ほら引っ張るよ、はい、サンキュー。ね、で、あの円形のビル、あれか、あれがテレビ局、よし、ね、行こう行こう、あそこがテレビ局だな。よっしゃ、行こうか。
結構順調にストーリー的にも進んだんじゃないでしょうかね。あの後体力の最大値も上げてあのエリー強化したんですけど、っていうかキラリ殺されたのきつない？ずっと徒歩じゃん。これからもしかしたら乗り物とかね、まあ、こういったボートとかも出てくると思います。じゃあ今日はこの辺までにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございます。お疲れです。